系の高校生をロックトーカー。皆様、観覧席左側の ATC おずとをご覧ください。第1班トーカー準備。ATC を使いの陸面からは救助隊員が続々と降下してきました。懸垂降下と呼ばれるこの技術は高所から緊急脱出する際などに用いられ、一本のロープを巧みにさばきながら降下を行っています。第2班降下準備。続いて2回目の懸垂降下を行います。皆様、観覧席前の地上部分をご覧ください。お返し準備、よしよし、シャッターお返し、進入経路作成しよう。了解、シャッターお返し。救助隊員がエンジンカッターを使用し、シャッターを切断します。救助隊員たちが目の前に立ちはだかる壁を次々と乗り越えていきます。壁を乗り越えるという技術は救助隊員の基本技術の一つです。隊員が背丈より高い壁であっても他の隊員と連携することでこのように乗り越えることが可能になります。車両区間訓練開始、情報収集バイクを出動せよ。地震により交通事故が多数発生している模様です。これよりバイクの機動力を生かし情報収集作業が行われます。消防隊の進入路、活動スペースを確保するため大阪市消防局が保有する重機が浮上しました。事故車両から火災が発生している模様です消火活動が終わった事故車両から負傷者が救出されたようです。よし、事故車両開場。救助活動の妨げになっている事故車両を重機により移動させます。観覧席左側では救助工作車のクレーンを使用して事故車両の下敷きになった方の救助に当たっています。事故車両排除完了。よし、 RW は停止せよ。よし、 RW 停止。現在の救出状況、残り被災車両2台、負傷者3名以上。よし、救助者は救
救車が反応し、救急隊へ行け。また関内駅前中央では、本部特別高度救助隊がクレーンを使用して事故車両の屋根を押しつぶしている重量物を取り除く作業が行われています。閉じ込められた負傷者を救出するため、レスキューツールを使用して押しつぶされた屋根を取り除く活動が行われています。同じ服着てるやろ。まもなく事故車両から救出された負傷者が救急隊に引き継がれ、病院へと搬送されます。以上で車両事故救出訓練を終了します。引き続き消防ヘリコプターによる救助訓練をご覧いただきます。この訓練は高層ビルの屋上にいる負傷者の救助活動を想定した訓練です。訓練部から救助士官部、どうぞ。高層建物に負傷者がある模様、救助活動に当たる。救助士官部、了解。ヘリコプターが飛来してまいりました。ヘリコプター救出訓練開始。消防ヘリ出動。隊員がホイットで降下し、屋上にいる要救助者の救出に向かっています。観覧席前方も